はいえー、平面度の測定についていつも3次元測定器で測っているけど詳しい計算原理はわからないといったようなことはないでしょうかさまざまな新しい機械が出てくる中その便利さには大変助けられることも多い一方そもそもの原理を忘れてしまいがちなことはないでしょうかこの装置でこの方法で測るとこのような値が出てくるなぜかはわからないけれどもこれが平面度と なんとなく分かったつもりだけだと後々思いもしないトラブルになってしまう可能性もありますこの動画では平面度の測定原理について簡単に確認していきたいと思います細かい計算部分を追うというよりかは、えー、全体のイメージをつかんでいくというつもりで聞いていただきますと幸いですまず前提条件としまして、えー、今 ここに示すような円柱のですね製品上面の平面度を求めたいとします。で平面上面上の4点を測定するとします。それらの点をそれぞれ点 ABCD として例えば点 A では X1Y1Z1 というような座標とするとします。 このですね平面度の計算を上記4点の座標を用いて行う場合を考えていきます4点それぞれの座標 xy についてはあらかじめ定めた値とします例えば x 1 y 1は3 0の0といったようなことです平面度の計算のためにはまず上記の点 a から d にフィットする平面を求めたい とということになります次にですねこのフィットするとはどういうことなのかを見ていきたいと思います考え方1なんですけれども今ですねこの図のように真横から A D を観察ししたとしますその時の目線で見た時に点群にフィットしそうな平面を A やっと適当に いいててるイメージを持ってください考え方3ですが平面と各点との z 軸方向の距離 L1 から L4 について2乗はですねこれが最小となるように平面を調整するというのがこの調整するというのがフィットさせるというようなことになります。 先ほどですね、次乗和を計算してそれが最小になるのが大事ということを申し上げましたけれども、なぜ次乗和が大事になるのかについて、ここで補足として説明していきます。点 A から D はそれぞれですね、この平面より上にある場合と下にある場合があります。で上にある場合はプラスの値になるんですけれども、下にある場合はマイナスの値となります。 この場合ですね L1+L2+L3+L4 プラスプラスプラスというものがですねプラスマイナスが互いに上下にある点同士で打ち消し合ってしまうということになると正しく計算することができなくなるということになりますなので L1 次乗プラス L2 次乗プラス L3 次乗プラス L4 次乗という 全てを事情にしてそれを足し合わせるということにすると正の値同士の足し算となって正しい計算となります。まあ、ここで正しい計算というのはですねこの平面から点 ABCD が結局どれだけ離れているのかどうかを評価するための計算として正しいかどうかということになります。 なおですね、一般的に平面の式は、z イコール ax たす by たす c というふうに表せられます。この abc というのは定数であって、これらの定数の値が変化すると、平面の傾きですとか、高さというのが変化していきます。この考え方3のプロセスでは、この事情和が最小になるような ABC を求めるということがなされています次に考え方丸四ですけれども決定された平面ですね最小次乗平面とここでは呼びますこれに対して平行な平面を考えますその平面でですね点群を上からと下からと両方から挟み込むようなイメージを 持っていいいたただきたいと思いますこの図では青線で示している2つの平面になりますこの上下両平面の距離というのが赤い矢印で示していますが平面度というのになります考え方5ですけれども この点 A ですね、x1、y1、z1 と最小事情平面 z、z イコール ax たす by たす c の距離、la と、ここではしますけれども、この la というのは、この式、括弧1に書いたような計算によって求めることができます。一方ですね、この点 c と最小事情平面との距離、lc というものは、 式っこ2で表せられることになります。よってですね、えー、上下両平面の距離が平面度ということでしたので求める平面度というものは LA+LC というもので求められます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。 概要欄では、この動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。